はい、こんばんは。いや、こんばんは。こんばんは。久しぶりに。久しぶりでした。はい、いただき申しました。お友達から送られてきた、イランの、贈り物です。シナジナ。シナジです。じゃん。ピスタチオ。ここら辺でイランって分かるね。ピスタチオって書いてあると思われます。フレッシュナッツとかじゃない？こちら。ピーナッツね。モンドじゃピーナッツ。ピーナッツ。これ、ピーナッツバター作ろうかと思って。お、楽しみにしてるよ。私の大好きなイチジクの乾燥イチジク。イチジクね。これ美味しい。美味しいです。イチジクで、こっちが、これわかんないよ、これなの。クッキー。クッキー。食べたことある。食べたことある。あ、ちょっと食べるのもあるでしょ。あとミックスナッツ。食べるのまた後で。はい、食べてみて。ミックスナッツはまたちょっと違う。で、これが。ぶどうです。ぶどうだね。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。これも我が家の好みです。はい。ありがとうございます。イチジク。どうぞ、いただきます。どうですか？龍一がめちゃ、龍一がめちゃめちゃ好きなんだよ、これじわーっと味が出てくるんでしょ、すんごいね、イチジクの旨味が濃縮されて、その歯ごたえがいいんだね、パリッパリッパリッって。最初硬くて、はい、くっつくかなと思うんだけど、そのあたりからじわーっと。すごい贅沢だよね。あの大きいイチジクがこんなちっちゃくなるから、すごい勢いで。なっちゃうから。口の中でものすごい勢いでフレッシュイチジクになってくる。ほら、美味しい。日本で買うとすごい高い。大変美味しいございます。これだよ。ビスケットのような。これなんだと思う？わかんない。これなんだ、なんか。緑のはね。あ、でかいんだ。でかいんだ。なんだろうこれ。ピスタチオ。ピスタチオ入ってんだ。へえ。いきまーす。大きいの取られた。いきまーす。ほんとね。この味って。あれだよ、生姜。生姜だよね。すごい。と、多分ミルク、キャラメルっぽい。あ、イメージとしてキャラメルと、生姜とピスタチオのコラボレーション。これがね、最初びっくりするんだけどね。ね、ほんとね。生姜が入ってるね。ハマるの。生姜風味じゃない。生姜。まさしく生姜。おいしい。紅茶にとても合います。ああ、赤い。紅茶が飲みたくなる。赤い。うん。ミックスナッツ。ミックスナッツと思うんだけどさ、こう国によって全然入ってるものが違うよね。ブドウが入ってんだよね。ブドウ入ってるの。あ、確かにブドウ入ってるね。黄緑。いや、本当だ。これね、本当にミックスだよな。よく知らないものがいっぱいある。これも知らない。例えばね、これがわかんない。これね、これ。ちっちゃい玉ねぎみたいな。ナッツだね。うわ、硬っ。マカデミア、あかん。これは有名だよね。あの、なんだっけ。ハワイの。あー、マカダミア？そうそうそう。で、これ何これ。なんか、ん？どれ？どれ？硬っ。これ。ピスタチオじゃないの？これ？ピスタチオ。こういうものがすごい。あ、美味しい。うまっ。味付けがすごく少ないからさ。ほとんどされてないよね。俺これ好き。ちょっと塩があって感じだよね。うん。こんぐらいが好き。コストコとはまたちょっと趣が変わって、私で取った。こっちか。化身が。私じゃない。俺は大好きよ、これ。というわけで、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。やってーん。一番闇よ、冬。チェリアンこっちにさ、ポトポト食べてる。じゃあこれちょっとどこ、ありがとうございました。